っちゃうまいっす。はい、本日はバンコクのドンムアン空港にやってまいりました。先ほどまでですね、プーケットの方に来まして、そこから、飛行機でこちらにやってまいりました。今から3泊4日の、バンコク旅始まりますので、あー楽しみだ。さあ行くぞー。おお広っ、いいね、広くて良きです。綺麗綺麗。登場。はい、カオサン通りらへんに来ました。めっちゃ人めっちゃ元気いいっすね、この屋台だらけで。すごい、これは活気がある。こんな青空マッサージ、いやこれテンション上がりますよ。これこれいい。いやほんとプーケットギラギラ感と全然違う。いや大人な感じしますよね。もやしシャキシャキでもや。甘めのタレですね。パイナップルがいい味出してます。いいシャキシャキ。この衣めっちゃサクサクっすね。なんか香辛料がすごい。もう変わってる。なんか不思議な何なんだろう。ありますあります。爽やかですね。量がありそうだ。時間は24
4時ぐらいですけども、すごく眠らない街感が半端ない。めっちゃ人いる。いやスーパードライ。ああ、朝日夢。タイのビール薄いやつが多いから、結構濃いのうまい。クラブで行くか、まあちょっと体験するために電車は多分。ちょっと電車乗りたいです。あれがありますよ。スイカみたいなやつ。はい。あのラビットカードっていう。はい、じゃあ本日はバンコク市内観光ということで、はい、行きましょう。イエーイ。わー。はい、僕はあのラビットカードっていうスイカみたいなやつをチャージしました。ガミさんは切符を買おうとしております。 LINE PAY で支払い。はい、川が見えてきました。イエーイ。何川でしたっけ。チャガンとかがざっくりチャオプラヤチャオプラヤ川に着きました。じゃあクルックで買って乗りましょうか。気持ちいいですけど暑い。とりあえず暑い。これなんだろう。コンビニかなあれ。あ、ガソリンスタンド。ああ、この海賊船みたいに乗りたいな。あー、着いた。すっげー、これはいいっすね。シンハーのレモンソーダ。ここにワットポイントつかない。でっかー、すごい。はい、王宮に行こうとしたんですけれども、途中でタイのおじさんに
お前の半ズボンじゃ入れねえぞって言われたので、諦めて引き返しております。はい、なんか空港みたいです。はい、今から、クロント市場に行ってみたいと思います。すごい活気がありそうっすね。おー、これテンションぶち上げっすね。おー、すげー。これなんだろう。すごいっすね。はい、なんかフルーツが多いんでフルーツ市場みたいな感じですかね。おー、あ、すげえ。米もあります。米もあります。揚げ物っぽいですね、これ。うまそう。なんかいろんなもの売ってますね。食料から何やら。あ、カニだ。エビが大量にありますね。豚の皮あります。この中もちょっと入ってみます。なんかすごい。あー、すごい。肉だらけ。うわ、魚回りね。あ、いろんな野菜か草かありますね。クロント市場めちゃくちゃ面白いです。もしかするとこの旅で一番テンション上がったかもしれないです。活気がすごくて、でなんかいろんなもの売ってんすね。魚とか肉とか野菜とかで、見たことないものが多いんで、むっちゃおもろい。すごい。で、一つ頼んだわけです。あ、それで大丈夫です。はい、ちょっとで大丈夫です。ハイボールとかに。ハイボール。わー。すごい。汗かいた後のビール、絶対うまいでしょ、これ。いただきます。うん、もちもちしたよ。パクチーソースですね、これ。これマジ正解っす。 130g いただきます。うん、卵ふわふわでカニの味強っ。これいいですね。優しいですね。うん、うまっ。カニの出汁が効いてますわ。はい、ここでですね、ガミさんとちょっと別れてですね、僕はここからムエタイの練習に行きたいと思います。ちょっと時間があるので、それでお茶して行きたいと思います。バイクの音うるせえ。Google マップが示した道がすごい裏路地で、すげえ面白い。こんな道があったとは。路地裏抜けたらなんか結構高級住宅地っぽいところに
出てきました。なんかすごいですね、高級住宅地っぽいところと庶民的なところが同じようなエリアにあって、すごくこう不思議な感覚ですね。はい、ムエタジム到着しました。はい、ムエタのジム到着しました。これここ実はですね、8年前に、社員旅行で来た時に来たジムでして、ついね探してたら出てきたので8年ぶりに行ってみたいと思います。Thank you。終わりました。90分まるまるやりましたけど鬼疲れました。とりあえず暑いんで体力がだいぶ奪われて、うわー疲れた。でもね優しいんで、僕途中で若干サボってたんですけども、何も怒られずに休んでなって帰ったんで、いやー疲れた。うわー、でもいいね、経験になりましたよ。マスボクシングもできたので、すごく楽しかったです。で日本人の方も多分2名ぐらいいらっしゃったんですけど、やっぱりバンコクはやっぱ日本の方が多くていいかなと思いました。はい、今からですねムエタイの聖地ラチャダムランスタジアムに行きたいと思っております。もうやっぱり格闘技好きにとってはね、ラチャダムランって言ったら絶対に行くべきとこですので、今日はすごく楽しみにしております。で、ね、昔は結構ボロボロのとこだったらしいんですけど、新しくなったという感じで、それも楽しみにしております。いやーもうここ体力パラメーター 10% ぐらいしかないですけども、今日はムエタイ尽くしみたいな感じです。イエーイ。いやー尋常じゃない盛り上がりですね。なんか後楽園以上すげーわ、めっちゃおもろいわ。いやーそうですね、確かに。でも腹減った、さすがに動きまくったんで。確かにインド系ですね。いやはい、ではアッポンナイトマーケットに来ました。で今22時過ぎですけども、すごい元気です。で僕ら早くご飯が食べたいので探してるところです。いいじゃないですか、ようやくご飯が、屋台がやってまいりました。オープンカー。
めえ。燃えたいやった後やから。すげえうめえわ。アポンナイトマーケット。すごい。元気元気元気。今22時半。すごい。でね、入り口は、なんていうんですかね、商品というか、まあ、ほぼパッチモンのブランドもの。で、真ん中ぐらいが、こうやって食べ物ですかね、っていう感じになってます。で、左後ろに、ゴーゴーバーがあって、すげえ、セクシーお姉さんたちがいっぱいいることは、チラチラ見えております。マイプレイ豆売ってるよーって。はははは。もういいもういいよ。あ、もういいもういい、普通にもういい、あ、もういい、ほんまほんまにもういい。すごい絡まれます、いろんな人に絡まれます。なんかさっきガミさんと一緒にいる時も豆をすげー来たんですけども、なぜか全部俺に来るんですよ、ね、なんか好かれるってるんですか、ね、ありがとうございます。いやいや、フードアギャーイス。めっちゃうまいっす。うわ、麺がめっちゃ柔らかいっす。なんかサイズ感的に全部いい感じですよ、多分これをカミさん入れるんですよ。カレーとカレーを食うカレーおじさん。うん、めっちゃこのソースうまいっすよ、めっちゃこのソースうまいっす。もう一回、このリアクション取ってるわけじゃなくてめちゃうまいですね、はい、ちょっと辛さいいっすよね。 This one, yeah. OK、 ロロロロ、タイ風豆腐チャンプルーいただきます、はい。豆腐はなんか揚げてるんで固めです。うん、パンがうまい。